軽に黒豆を煮ます。はい、ではお鍋の中に1リットルの水が入っています。その中にグラニュー糖、お塩、お醤油を入れます。ではお鍋火にかけていきます。沸騰するまで強火にかけます。はい、お砂糖が溶けてきてふつふつしてきました。あと今回のお砂糖はグラニュー糖を使用しています。グラニュー糖を使うとすっきりとした甘さ、上白糖だとしっかりと甘みを感じます。今回のお砂糖の量は甘さ控えめになっています。甘さが好きという方は黒豆と同じ量を入れてみてください。火を止めてその後に黒豆を洗うという手順を守りましょう。先に洗ってしまうと黒豆が傷ついたりこうシワが寄りやすくなったりして失敗の原因にもなることもありますので、まずこちらを沸かして火を止めた後に流しで優しく洗っていきます。黒豆を入れて水を入れると蛇口の水がこう直接当たってこう傷つくことがありますので、まず水を張って入れてあげると優しく口の中に入ることができます。はい、そして優しく黒豆の表面のちょっと汚れを取るように洗ってください。これをもう一度繰り返します。入れるときは優しくボウルの端っこの方にね、お豆に当たらないように注意しながら入れてあげてください。そしてゆっくりとざるにかけます。はい、水気を切った黒豆をそーっと先ほどのお鍋の中に戻し入れます。沸騰してすぐ入れるよりもちょっとこうタイミングをずらして入れてあげることも大事になります。だいたい60度ぐらいになっている頃が一番ベストな温度になります。そして蓋をしてこのまま半日間漬け込んでいきます。はい、12時間漬けたものです。ちょっと中を見てみましょう。こんなにふっくらと大きくなりました。はい、では煮ていきます。火をつけますよ。中強火ぐらいでじっくりと火を入れていきます。はい、わっと沸いてきたらちょっと火を弱めます。で、浮いてきたアクを取り除きます。このお玉の背でアクを優しく寄せて取るようにしてください。まあ、完全に取れなくても後で上からペーパーをかぶせますので、そこでもアクが取れていきますので、まあ、ちょっと気になる泡だけを取っていきましょう。気になるアクが取れたら弱火にします。そして上からペーパーをかぶせます。ぴったりとかぶせてください。これ落とし蓋でもいいんですけど、他のお料理に使ってる落とし蓋だとちょっと料理の匂いとかね、あの黒豆に移ることもあるので、こういうねペーパーの方が美味しく炊けます。はい、このまま3時間ぐらい炊いていくんですけど、1時間おきにだんだん水分が減ってきます。蒸発して、ね、水分が減ったなと思ったらこう足し水をしていくという作業をしますので、まず1時間様子を見たいと思います。で、蓋を全部してしまうと吹きこぼれてしまうので、弱火にして蓋はずらして、このまままず1時間様子を見たいと思います。はい、1時間経ちました。ちょっと見てみます。いい感じです。で、まだあのお豆がこう水分にあのかぶってる状態なんですけど、火加減によってはどうしても水分が飛びすぎてお豆がこう、ね、表面に出てきてる場合があるんですけど、そうすると空気に触れるとお豆がシワシワになってつるっとぷっくりできない場合があるので、もしこの時点で水分が減ったなと感じたら、表面にあのお豆がかぶるぐらいに水を注いであげて、さらに
1時間煮込んでいってください。はい、では2時間経ちました。見てみます。あ、だいぶいい感じになってきています。で、まだこのお鍋の場合はまだお豆にちゃんと煮汁が使っているので、このままさらに煮込んでいきます。この時点でまたお豆が顔を出していたら差し水をしてください。蓋をずらしてさらに1時間煮ていきます。はい、あと30分で3時間なんですけど、ちょっと覗いたらちょっとお豆が顔を出しそうなので水を差したいと思います。ゆっくり鍋肌からこのぐらいお豆が隠れるぐらい入れていただいて、ペーパーをかけてあと30分煮込んでいきたいと思います。はい、じゃあ3時間煮込みました。こんな感じです。ちょっとこう柔らかくなったかチェックしてみます。完成です。はい、そしてこのまま蓋をして冷めるまで置いておきます。はい、冷めたら保存容器に入れてこのまま冷蔵庫で1日置きます。そうするとちょうど味がよく染み込んでいきます。はい、黒豆を黒くツヤよく仕上げるために錆びた釘などを一緒に煮込むという方法もありますが、まあ、今回はねお家で簡単に作る黒豆ということで使っていません。あと重曹を入れるということもあります。で、重曹を入れるっていうことはこの皮を柔らかくするという作用があるんですけど、こちらもおうち黒豆の場合はわざわざ買うっていうのも大変なので重曹も使わず仕上げています。でもしっかりと見てください、ツヤよく皮も柔らかくなっているので、しっかりと今日のプロセスを踏んでいただければ上手に煮上がります。